VSB-30 の組み立て工程ブラジルの宇宙開発ではブラジルの宇宙開発について説明する。ブラジルの宇宙開発計画は1950年代から始められた。現在のブラジル宇宙機関は科学技術省の国立宇宙研究所を元としている。この当時は軍の強い影響下であったためアメリカは弾道ミサイル不拡散。 核不拡散の観点からの技術提供を拒否しており、これが開発を妨げていた。1994年には宇宙計画は軍の配属下から離れ、ブラジル宇宙機構が設置された。ブラジルの宇宙開発は国防軍の空軍航空宇宙技術総司令部が始めている。1994年のブラジル宇宙機関の設置まで、軍は CT を通して、 多くの宇宙計画を監督していた。CT は1953年に設けられ、当初空軍を宇宙開発のための研究、開発に加えた。1964年には、ソんダロケットの開発が始まった。1965年に、空軍は宇宙事業本部を設立し、ロケットの開発を担当するようになった。これらには、空軍の関与する、 航空技術大学校も深く関わっている。一方、民生分野では科学技術省のもとに国家宇宙事業委員会が設置されていた。1971年に軍と民生の委員が加わり、ブラジル宇宙事業委員会が設立され、国家安全保障会議のもとに置かれることになった。コビーの長官には国軍参謀本部の長官がつくことになり、 ブラジル総合宇宙計画の策定取り組むことになった。また、国は1971年に、ブラジル国立宇宙研究所に再編され、衛星を開発し、宇宙と気象学の研究を担当することになった。以降、ブラジルでは大まかに、宇宙開発の打ち社場とロケットを軍が、人工衛星や科学技術研究を民生が行うようになった。 マクビーは1981年の策定以降、ロケット、打ち上げば、衛星の製造などを調整した。ロケットの開発では、そんだロケットに改良が加えられていった。開発されたロケットは、バライラド・インフェルノ社場から打ち上げられた。軍はこの後も着々と観測ロケットの改良を進め、そんだロケットは、2、3と改良が加えられていき、改良ごとに、 高度を上げていった。ソンダフォーロケットは1989年の4月28日に試験成功を収めた。1980年代には大統領であったジョゼサルネーの地元であるマラニョン州のアルカンタラにアルカンタラ車場が作られ、ここから打ち上げが行われるようになった。アルカンタラ車場は1990年2月21日から使用が始まった。 開発には4億7000万ベイドルが使われたとされている。この車上は世界で最も赤道に近く、赤道からわずか2.3度南でしかない。この特徴は静止衛星の打ち上げにとって非常に恵まれている。例えば、赤道から近いという特徴によって、ケネディ宇宙センターと比較して25%の燃料を節約することを可能にしている。 一方民生分野ではまず通信衛星システムの構築を目指した。フランスのアリアンスペース社によって最初のブラジルサット衛星2機が1985年2月と1986年3月に打ち上げられた。一連の正式度衛星はブラジル衛星通信システムを担当したエンブラテルが所有し管理することになった。1988年7月6日に インペは中国国家公典局との宇宙開発協力の合意に調印した。これは中国・ブラジル地球資源衛星計画として知られており、山西省の大原衛星発射センターから調整ロケットによって2つの地球観測衛星の打ち上げを行うという内容であった。ブラジルは高い解像度のクワースのデータを地球の全体図を収集し、農業、 地質学、水門学、環境などの分野に利用する予定であった。しかし、この合意は、ブラジル側の資金不足から1988年から1991年にかけて名目上のものであった。1991年10月と1994年11月には、ブラジルと中国は1億5000万ベイドルでの衛星の建造で追加的合意に達した。 クバースマイナス -1 が実際に打ち上げられるのは1997年5月のことである。1993年2月9日には最初の完全国産衛星が打ち上げられた。これはデータ収集衛星として知られている。SCD-1 は時にグリーン衛星として言及される。SCD-1 はインペが利用した。 2号機となる SCD- 2は1998年10月22日に打ち上げられた。いずれもアメリカのペガサスロケットで打ち上げられている。SCD-1,SCD-2 ともに環境に関する情報をデータとして収集した。軍がロケットと車上、民間が衛星と科学研究有区分けにもかかわらず、 マクビーにおいては最低でも1993年まで軍が主役であった。マクビーに関するポストの多くを将校が占めていた。1988年からは、インペは液体燃料ロケットの開発に取り組んだが、非常に難航した。インペは1993年に VS-40 を実験している。マクビーを、 より確実に民間に移行するために1994年2月10日、ブラジル大統領イターマルフランコは、ブラジル宇宙機関の設置に合意した。これによって、宇宙開発は国防省から科学技術省主導に転換され、単なる諮問機関となり、委員のいなかったコビーに変えてエブが設置された。半分自治の政府機構であるエブは、独自の職員を保有し、 政策の実行に責任を負っている。エブは大統領直属の民生分野の人材に引き入られることになっている。また、エブはアメリカ政府からの批判を逸らすために創設された。アメリカはブラジルの宇宙開発の中でシーティとインペに金融的、技術的支援に始まり、中心的な役割を果たしていた。 1966年、アメリカは観測ロケットを提供しており、これはブラジルによって打ち上げられている。これらの技術をもとに、ブラジルは大型のロケットを開発していた。しかし、アメリカ政府はマクビーにブラジル軍を巻き込んだ状態に警告を示しており、これを避けるためにもエブが設立されたのである。エブは、ブラジル総合宇宙計画を監督しているが、 車上と打ち上げ機器に関しては未だにブラジル空軍が担当しており、インペも現存しており、衛星の直接開発を続けている。このため、エブが様々なシに展開しているマクビー関連の開発機構を組み合わせ効果的に監督できるかどうかは不透明なままである。ブラジル宇宙機関は現在までの観測ロケット開発を基礎として、現在までに v s VSB-30 などの観測ロケットを開発している。さらに、現在、全弾個体の衛星打ち上げロケットの開発を行っている。その1世代目となる VLS-1 は試験機が生産される段階まで進んだが、2機連続で失敗し、2003年には3機目の打ち上げ準備中に、ブラジルロケット爆発事故が起こり、これによってロケット開発が中止された。 VLS の開発停止後は観測ロケットを打ち上げており、また海外からの技術の導入も行われている2010年になりようやく開発が再開し、2014年に初の人工衛星打ち上げを予定していたが実現していない。2015年11月13日に小型観測ロケットの VS-40MV-03 がアルカンタラ車場から発射直後に爆発した。 怪我人はいなかった模様。ブラジルとアメリカのつながりは一般的に二つの政府の方針に沿って行われていた。アメリカ航空宇宙局はインペと共に行動し、データを共有し、開発と科学実験の援助を履行しており、協会の技術者や科学者を要請していた。同様に、米空軍は空軍省で援助を行い、CT といくつものデータ交換合意に達しており、 これらは天気予報なども含まれていた。しかし、ブラジルはアメリカの宇宙技術に深く頼ることをやめるようになった。1981年には独自で宇宙技術を得るために10億米ドルを費やすマクビーの野心的計画の存在を明らかにした。この時期、ブラジルは気象観測衛星2種と地球観測衛星2種の合計4種のブラジル産衛星を アルカンタラから打ち上げることに傾倒していた。1980年代のブラジルは徐々にアメリカからの依存から遠ざかり、固体燃料の酸化剤である火ン素酸アンモニウム生産の自給自足に負を進めた。また、加えて固有技術の研究と開発を進めた。1980年代中期から1990年代初期にかけて多くのアメリカの当局は、 ブラジルの衛星打ち上げ技術が弾道ミサイル計画に転向する可能性からマクビーを有料した。1997年頃までブラジルは弾道ミサイルを生産しなかったが、軍は民間に比べミサイルやロケットの開発に高い優越権を持っていた。このうちの一つがピラニアミサイルである。ブラジルの衛星打ち上げ計画に軍が深く関わっている以上、 ロケット技術は弾道ミサイル技術と結びついており、これはブラジルが弾道ミサイルを含め先進的なミサイルの開発する能力を持つことを示唆していた。1987年から1994年にかけて、米国は1987年4月16日に結ばれたミサイル技術管理レジームを通してブラジルに弾道ミサイル計画の開発を抑えることを求めた。 ブラジルの核技術の発展はアメリカに対してブラジルの核兵器搭載可能な弾道ミサイルの開発能力を特に有料させた。このためアメリカは宇宙技術をブラジルへ移転させることに制限をかけ、これによってブラジルの VLS 計画と弾道ミサイルの研究開発を遅らせることに成功した。しかしこれによってアメリカとブラジルの安全保障関係を緊張させ、 ブラジルは中国やロシア、欧州や中東などとの宇宙開発での協力関係を求めた。例えば1995年にブラジルはロシアに対してロケット打ち上げにアルカンタラ基地を提供すること提案している。特に軍事政権時代に各開発計画で協力関係にあった中国は弾道ミサイル開発計画にも協力したともされ、 中国との共同の衛星計画の一つは中国・ブラジル地球資源衛星として知られている。1994年2月11日、ブラジルは MTCR のガイドラインに応じると宣言した。このガイドラインの順拠にはブラジルが宇宙技術やミサイル関連製品とその技術に関する品の輸出することへの規制が含まれた。 ブラジルの MTCR への加入の対価としてアメリカは宇宙活動への協力が行われた。これによって1995年の終わりまでにはブラジルの宇宙開発能力はアメリカやロシアと比べると控えめではあるが大きく増強された。ブラジルの MTCR への加入は1995年10月に合意された。これらの一連の動きは アメリカとブラジルの宇宙開発の関係での新時代の兆しを見せた。2003年10月にブラジルとウクライナは宇宙開発で協力することに合意して、ツイクロンマイナス4をアルカンタラ社長から打ち上げることにした。2006年には、ウクライナとの50対50の出資比率での合弁事業として、アルカンタラ社長からツイクロンマイナス4を打ち上げるために、 アルッキンタラサイクロンスペースを設立した。ウクライナはソビエト時代に宇宙産業で主要な地位を占めていたものの、独立後には国内に発射場を持たずに他国へ依存していた。両者の思惑が一致して合弁事業の合意に至った。当初の予定では2010年に最初の打ち上げの予定だったが、ウクライナの政権交代、資金難。 ロシアからの知的財産の問題の未解決により、遅延した。しかし、10億である投資したが、投資額に見合った成果が得られず、2015年7月に中止した。シクロンマイナス4は、太陽同期軌道へ1.5トン、低軌道へ5トンの軌道投入能力を有するロケットだったが、エンジンは、ロシアのエネゴマ主制で、ウクライナからブラジルへの輸出には、 ロシアの輸出承認が必要だった。ウクライナは、スクロンマイナス4の設計の95%を所有し、ロシアは5%の所有とされ、ロシア製の部品に依存せずに製造することは可能だったとされる。しかし、地理的、歴史的に、ウクライナにとってロシアは最も重要なパートナーであり、スクロンマイナス4のような単一の計画のために、 これまで築き上げてきたでロシアとの協力関係を損ねることは避けなければならない状況だった。ブラジルとの協力に合意した当時、ロシア、ウクライナ、アメリカの合弁事業のシーロンチは一定の成功を収めていた。ロシアとしてはウクライナが宇宙開発の活動において自立することは望ましくなく、自国側の陣営に止めておく意図があったとされる。 その後もウクライナ等のロケットの打ち上げを模索する。ブラジルは現在カナダ、欧州宇宙機関、ロシア、フランス、中国などと協力している。なお、アメリカはこれらの機関にブラジルを通して技術が流出することに神経を尖らせている。ブラジルは現在も日本やイスラエルのように新しい協力相手を探している。ありがとうございます。